池田遺跡池田遺跡池田遺跡は奈良県大和高田市池田に広がる旧石器時代から江戸時代にかけての複合遺跡。馬見古墳群の南群を構成する池田古墳群等を包括する。1955年大和高田市西部の両家山と呼ばれる小丘陵の北側を 東西に切り通すように道路が造成された際、き伊豆塚古墳の倍長とされている円墳の両家山一号墳南側の地点で大きな鳥形刃庭を私立両西小学校の生徒が発見し、当時私立高田中学校教諭であった阿保氏義則によって専門誌に紹介された。1994年10月開業の高田温泉桜荘や老人ホーム、 自公園、総合福祉会館と、悠々等が立地する一帯に存在し、大規模な遺跡の存在が予想されたが、実体解明が本格化するのは、1990年代以降に、これら公共施設の建設に伴い発掘調査が、実施されてからで、多くの遺構が渦漏れていることが判明した。古墳時代の遺構面では、両家山一号墳の修行が調査されたほか、 噴球が作兵されて修行のみが残存している古墳が11基確認された。これらは、馬見古墳群南群を構成する、月山古墳群のさらに南側の中石地に作られた一群で池田古墳群と呼ばれる。古墳は噴球が作兵されているものが多かったが、4世紀から6世紀にかけて造営され、埋没した修行から多くの埴輪や弾きが出土した。 池田4号墳からは甲を被って盾を持つ盾持ち一蟹羽が出土し池田9号墳からは清掃した男子蟹羽が出土した清掃した男子蟹羽は二つの角状の突起を持つを被り物をし水らを垂直に垂らしてくくり背中に湯気を背負い片手に弓を持っていた古墳時代より貝の土層からは後期旧石器時代の国府型ナイフ型石器や 縄文時代の縄文土器のほか、弥生時代の方形修工房や弥生土器、打製探検の反省品等が大量に出土した。池大石内の古墳群は、馬見古墳群南群の名主墳たる月山古墳の南約200メートルの範囲に広がっているが、月山古墳群を構成する丘陵上の古墳に比べて、古墳の規模が小さく、 また、紛糾が残存しづらい低い土地に長期間作られ、続けており、より強い王権や政治勢力から増母における立地や、紛糾規模に強い規制をかけられていた階層の、人々が営んだ、古墳群ではないかと考えられている。ただし、小規模古墳群といえども、埴輪の種類や数には、規制を受けなかったらしく、大古墳に劣らない。 成功な埴輪が立て並べられ、多くの出土があった。ありがとうございます。